こう極道山、まあ、先輩ですよね極道山さんだよね極道山さんがだからすごいなと思ったのは俺もだから背中がものすごいもうガーンってこうぶち投げられてもう背中の骨がなんかすごいこう入ってて息がものすごいし,しづらかったんですよ、ね。息し,しづらかったのを三段目か幕下ぐらいの時かなちょっとなんか苦しそうだなってちょっと怖いとか言って。 そのう骨が内側入ってきたやつをこうマッサージしてボンって入れてもらってたんですよ、はい、そうしたら息の苦しさが治ってね「<laughs> すっごいなとこの人は」と思って「すごいなこの人生態めっちゃうまいな」と思って本土表ではもうね一発カウンターで一発。 KO されたこともあるんですけどまだまだと思ったけど、いいとこ入って、そのままカウンター打って、そのまま膝から落ちたことがあったんだけど、まあ、イラってくるよりは、まあまあ、心地よかったね。